カノーの場合、競技カノーと、ツーリングカノーというふうに分けていいと思います。僕たちがやってるのはツーリングカノーなんで、競技カノーっていうのはタイムとか難しいテクニック使った、競技ですね。我々のやってるのは川遊びを中心にしたカノーです。で、まあ基本は同じなんですが、ツーリングカノーの場合はあまり難しい技術をたくさん教え込むよりも、川に川を下りながらいろいろ自分で慣れながらやっていった方がいいと思います。まあ基本的にはいくつか技術がありますので、それを今からちょっとやってみましょう。さて、まずは旅の支度から。これが野田智介のツーリンググッズです。何も特別なものはありません。すべて市販のものばかり。それで十分なんです。これに食料とアルコールを補給しながら、野田智介はユーコンやマッケンジーを旅したんです。要するに軽くてコンパクトなものを選ぶのがポイント。粘着テープは意外なところで役立つものです。カノーはなるべく荷物を減らして漕ぐというのは原則ですけども、それはあまりこだわらなくていいです。あまり荷物を持っていく荷物を制限してしまいますと、飯を食ってカノーを漕いでただ寝るというだけのそういう生活になりますので、それつまらない。で、本好きな人は本いっぱい持っていけばいい。だから酒好きな人は酒をいっぱい持っていってもいい。それはもうそれぞれの自由ですから。好きなものを好きなだけ持っていけとおっしゃいますが、そんなにたくさん積み込めるんでしょうかね。なるほど、結構積み込めるものですね。このような折りたためるパルトボートの一人艇なら50キロぐらいは大丈夫です。重いものを下に積むのが原則。軽いものならデッキの上に積んでも構いません。水に濡れて困るもの、例えば寝袋などはこのようにビニール袋に入れた方がいいでしょう。それにこうした短い紐は他にもいろいろと使えて便利ですから、前もって準備することをお勧めします。荷物の積み込みのポイントはバランスです。左右はもちろんのこと、前後のバランスを考えないとカヌーの操作に悪い影響があります。漕ぎ出してみてバランスが悪いのに気づいたらすぐに岸へ上がること。激流に入って泣きを見ないためにもバランスには十分注意してください。カヌーの場合、乗り降りでひっくり返る人が結構多いんですね。で、乗り降りはちょっと難しいのでちょっとやってみましょう。まずこのパドルをお尻の背中に当たるところに置いて、こういうふうに自分のお尻の背後に後ろでこういう固定してしまうんですね。両手で握ってください。それで重心を、船の重心を岸の方にうんと置いて、こっちになるとこうひっくり返りますからね。川の方に重心を置くと、岸の方に置いて、それから降りる時も同じです。これを逆やればいいですね。こういうふうに、これを重心を逆になると川の方にひっくり返りますから、こういうふうに、で岸の方に重心を置くっていうのがポイントですね。それからあと両手を自分のお尻の後ろにこうやると、こうですね。これはポイントです。降りるときはこういうふうにする、逆にする。こんなところです。乗り降りを覚えたら川へ漕ぎ出しましょう。はじめはトロバなどで練習するのが無難ですが、ベテランのリーダーと一緒の時はいきなり流れに出ても構いません。ただしライフジャケットは必ず身につけておきましょう。
カヌーを漕ぐパドルは大きく分けて2種類あります。カナディアンカヌーのためのシングルパドル、水を捉えるブレードが両方についているのがダブルパドルです。コンパクトに畳め、ブレードの角度が変えられるものが理想的です。この持ち方っていうのは、この両方のグリップ、両手のグリップはだいたい肩幅ですね。右利きの人はこの右グリップをしっかり握って、左手はただ支えるだけです。で、こういうふうに漕ぐわけですが、この時にそのこの角度がいろいろわからないと思うので、最初のうちは漕ぐ時にこの前に出す拳の位置、これだいたい口のあたり、口の高さね。それからこれを押す時に、こうやる時に、前に押す力と引く力、これはだいたい五分五分と考えるべきです。普通漕ぐ時、引く方に力入ってしまうんですけどもね、押す方も大切なんで、だいたい五分五分こうやってね。それからもう一つのポイント、ブレードの動きに注目してください。左側のブレードの角度が変わりますね。もう一度見てみましょう。パドルをしっかりと握った利き腕の手首を回転してブレードの角度を調整します。この動作は実際にパドルを握って練習すればすぐ覚えられます。あまり難しく考えなくてもいいでしょう。効率よく推進力を生むためには、ブレード全体を水中に入れ的確に水をキャッチします。これが正しい位置と動き。ところが、ブレードが深く沈んだり、逆に浅かったり、あるいはまた上下にブレると、掴んだ水が逃げ、推進力が鈍ってしまいます。初めのうちはブレードを見ながら練習をしてください。次にターンのパドル操作です。前進しながら大きく右に曲がりたいときは、左側を大きく半円を描くように漕ぎます。逆に左へ曲がりたいときは、右側を大きく半円を描くように。今度は小さく急角度で曲がりたいときです。右後方の水をブレードの背で押し戻します。逆の場合も同じ操作です。ポイントは後方の水をブレードの背で押し戻すということ。どちらかといえば前に漕ぎ戻すような気持ちです。急停止とバック。急停止はブレードを水面に直角に入れ、短く逆に漕ぎます。バックはパドルを持ち替えず、ブレードの向きをそのままに、裏の面を使って後ろから前に漕ぎます。ブレードを前に押し出すとき、腰をぐっと後ろへ突き出すようにするのがポイントです。
これまで見てきたのはダブルパドルで漕ぐカヤックでした。今度はシングルパドルで漕ぐカナディアンカヌーの場合を見てみましょう。シングルパドルの場合は、この両手の感覚、片方はこういうふうに握ります。でこの感覚はなるべく離れた方がいいんですね。というのはこれは一つのテコだから、なるべく離れたらいいけども、あんまり離すとまたこういうふうになるんです。それはその人の手の長さと力によって違います。自分でそれぞれ工夫してください。でまずこういうふうに漕ぐわけだけども、この時に右手で、僕の場合右手でこう引く、それと同時に左手を押すんですね。これもやっぱり大体五分五分です。で左手を早く伸ばしてしまって、あと体重をかけてこうやると非常に楽なんで、こういうのをいろいろ工夫してみてください。それとあと一人で漕ぐ場合、カナディアンカヌーを一人で漕ぐ場合、 J ストロークっていうのが必要です。で J ストロークはこういうふうにこう J の字型、こう漕いで J の字型。なぜ J ストロークが必要なのでしょう。そう、答えは簡単です。一人で片側だけを漕いでいてはカヌーがどんどん曲がってしまうからです。そこで考え出されたのが J ストローク。これなら一人で片側だけを漕いでもまっすぐ進むことができます。前から後ろへ漕いだパドルを少し前に戻して方向を修正します。大きく方向を変える場合はフォワードストロークとリバースストロークを組み合わせて漕ぎます。難しいように見えますが、少し練習をすれば誰にでもできるようになります。カナディアンに2人で乗る場合、前の人が右側を漕いでいるときは後ろの人はその逆を。いつも前と後ろの人が左右別々に漕ぐようにすればカヌーはまっすぐ進みます。カナディアンに限らず2人乗りでは後ろの人が船長です。船長は前の人に指示を出し舵を取ります。前の人は推進力を生むエンジンの役割、それぞれの役割に徹するのが2人乗りのポイントです。川の流れにはいろいろな表情があります。特に山の多い日本ではその表情は豊かです。白く波立つ瀬、このような瀬を乗り切るスリルもツーリングの醍醐味です。しかしこのような波がどうして起こるかご存知ですか。水の中を覗いてみると波の陰に障害物あり。川の流れの表情には同じものがありません。豊かな表情を持つ日本の川を大いに楽しみたいものです。川下りではカヌーのテクニックも必要ですが、川の流れを読むテクニックも必要です。それで日本の川というのは特に蛇行している部分が多いんで、急カーブを曲がる練習をちょっとしています。まず手始めに大きく蛇行した川。川は蛇行して流れるのが自然な姿です。蛇行している川の原則を一つ、大きく蛇行した川は外側が流れが速くてきつく水深も深い、逆に内側は流れも緩やかで浅い。外側は流れが岸にぶつかり危険な場所が多いので緩やかな内側にコースを取ります。その際あまり内側にコースを取りすぎると水深が浅くカヌーの底をぶつけてしまうので注意が必要です。流れの強いカーブを行くときに、船がどうしても外側に押し付けられて、外壁にアウトコースの壁にぶつかることが多いんですね。
で、それを防ぐためにカーブに入ったらすぐに、船の先端をインコースの方に向けて斜めに入っていく。斜めに なって、それで漕いでいく。そうすると楽に、カーブが抜けられます。よく見かける谷間の川です。遠くから見ているとそれほど急流に見えませんが、そばで見るとご覧の通り流れが外側の岸にぶつかっています。この急流急カーブを乗り切るポイントは、カーブに差し掛かったら早めにカヌーの毛先を内側に向けることです。あとは流れを利用して一気に抜けてください。ではここで実際にやってみましょう。カーブに入るまでは流れの芯に乗って漕ぎます。ここがポイント。カヌーを大きく内側に向けます。そして方向を修正し、再び流れの芯に乗って一気に急流を抜けます。急なカーブや瀬を乗り切るもう一つのポイントは、一番いいのはコンコートですね。まずコンコート、これは自転車と同じで、かなり傾いても前に進んでいる限りはあんまり低くありません。だからとにかく漕ぐ、漕ぎ続ける。その次はこういうふうにブレードで押さえること。これも1回だけじゃなくて2回3回連続押さえる方法としては、前にこうやってそれから漕ぐと、これは連続でずっと何回もできますから、こういうね、これは普段漕いでる時に、こうやって漕いでる時に自分でわざとバランス崩してとっさに出るように、普段練習してみてください。自転車と同じようにともかく漕ぐことがポイントです。ところが初心者にとって漕ぐという単純な動作がいかに難しいことか。ほらね、ベテランが後ろで漕ぎ続けたから事なきを得たようなものの、もし初心者が一人の場合、さあ漕いで漕いで漕いでください。そう、漕がなくちゃ。おっと、繰り返ってしまいましたね。このような場合、漕いでカヌーを川の流れにまっすぐにすれば抜けられる障害なんですね。でもこのような経験をしながら一人前になっていくんです。のんびりと旅するのが野田流カヌーツーリングの真髄とは言っても、激しい急流を乗り切るスリルと爽快感は何者にも変えがたい気分です。急流では漕ぎ続けること、そしていかなる時でもカヌーを川の流れに対し横にしないことが鉄則です。以上が大体、カヌーの川下りツーリングカヌーのテクニックですね。改めて言うまでもないんだけども、これは競技可能じゃないので、別にいい記録を出すとかそういう、下手くそでも構いません。目的はいい記録を出すためじゃなくて楽しむためですから、そのためには何回も川に出て早く慣れてください。すごい。野田智介流カヌーツーリングはテクニックを競うものではありません。
どれだけ楽しく川と遊べるかがポイントです。